星新一、星新一、星新一、本名、聖親一、1926年、大正15年9月6日から1997年、平成9年12月30日は、日本の小説家、SF 作家。父は、星薬科大学の創立者で、星製薬の創業者、星一、森王外は、母方の大王子にあたる。本名の親一は父。 一のットー親切第一の略で、弟の名前の京一は協力第一の略。父の死後、短期間生成役の社長を務めたことがあり、日本の有名作家としては、辻井隆子と、筒見誠治、声優社長と並んでけうな当初一部上場企業、当時の社長経験者である。ただし、筒見の場合は、声優の経営参加や上場よりも創作活動が、 はるかに先行しており、星の場合は完全に経営を離れた後に創作活動が始まっている。豊富な作品量でありながら、それでいて、どの作品も質の高さを兼ね備えていたところから、ショートショート、小編小説の神様と呼ばれているが、明治、父、アメリカ、父親や父の恩人、花井卓蔵らを書いた電気小説、人民は、 弱し管理は強しなどのノンフィクション作品もある。1926年、大正15年、東京府東京市本郷区明保野町、現、東京都文京区本駒込に生まれる。母方の祖父、小金井義清の家がある本郷で1945年、昭和20年まで育つ。母方の祖父母は、帝国大学医科大学長で解剖学者の小金井。 吉しよと森尾外の妹、小金井き子である。また小説家、鈴木俊平は、父の妹の孫にあたる。東京女子高等師範学校付属小学校、現、お茶の水女子大学付属小学校を経て、東京高等師範学校付属中学校、現、筑波大学付属中学校、高等学校に進む。付属中学の同期には、土田光文。 武蔵野大学名誉教授、今村翔平、映画監督、大野君を、元北海道情報大学学長、小玉進、映画監督、黒沢博士、元日本工業銀行会長、星野栄一、東京大学名誉教授などがいた。付属中在学中の1941年12月に、対米海戦となり、これにより、英語が適正語となること。 適正語として入試科目から除外されることを見越して、英語を全く勉強せず、他の教科に力を入れて、要領よく4を収む、飛び級、旧正中学は5年生で旧正の、関立東京高等学校、現、東京大学教養学部及び、東京大学教育学部附属中等教育学校に、継承に入学した。このため秀才と呼ばれたが、 戦後になってから英語力の不足を補うため今日泊まり、アランの個人授業を受け、散々苦しんだという。高等学校在学中、満16歳の時に1年間の寮生活を経験した。当時の寮生活について、親友の北森尾や小松左京がしばしば、旧成高校の寮生活を懐かしんでいるのとは、対照的に、不愉快極まる言葉りで、今でも眠る前に思い出し、 頭がカッとなったりする、入ってみて分かったことだが、この学校は、とてつもなく軍事色が強く、教師だけならまだしも、生徒たちの多くもそのムードに迎合していたので、うんざりした。着るものは、もちろん、食うものもだんだん不足してくるし、学校は、全部が狂っているし、全く、どうしようもない日常だったと回想している。これには戦後と戦中の違い。 四五サムの星が若年だったことも大きい。星は、高校も2年で終えているため、新生大学卒業者よりも1年早い満21歳で、大学を卒業している、通常なら、帝国大学の場合は、満23歳。1948年、昭和23年、東京大学農学部農芸科学科を卒業した。農芸科学科での同級生には、 後の種類評論家の穂住忠彦、俳優、穂住隆信の2位がいた。卒業論文は、コケペニシリンの培養についてであった。高級管理採用試験である高等試験、後の国家公務員愛守試験、現在の国家公務員総合職試験に合格したが、内定を取ることに失敗した。なおかつ役人嫌いの父に受験が発覚し、厳しく叱責された。 東大の大学院に進学し、坂口金一郎の下で農芸科学を研究する。液体内でのデンプン分解酵素ジアスターゼの生産などをした。1950年、昭和25年に大学院の前期を終了する。修士論文はアスペルギルス属のカビの液内培養によるアミラーゼ生産に関する研究アスペルギルスは麹カビのことであった。 1949年、昭和24年、同任し、林田月報9月号にショートショート第一作、狐のため息を発表する。1951年、昭和26年、父が急成したため同大学院を中退し、会社を継ぐ。当時の保守制約は、経営が悪化しており、経営は、破綻、会社を、王や米太郎に譲るまで、その処理に追われた。 この過程で筆舌に尽くしがたい新酸を舐めた、星自身は後に、この数年間のことは思い出したくもない。私の性格に閉鎖的なところがあるのは、そのためであると語っている。会社を手放した直後、病床でレ、デイブラッドベリの火星年代記、火星人記録を読んで感銘を受ける。この出会いがなければ、SF の道には進まなかっただろうと解雇する。星は、 厳しい現実に嫌気がさし、空想的な空飛ぶ円盤に興味を持つようになる。たまたま近くにあった空飛ぶ円盤研究会に参加した。この研究会は、三島由紀夫、石原慎太郎が加わっていたことでも知られている。星製薬退社後は、作家デビューまで、浪人生活が続くが、自宅が残っていた上に、星薬科大学の非常勤理事として、 当時の金額で毎月10万円が給付されており、生活に給付するようなことはなかった。1957年、昭和32年、空飛ぶ円盤研究会で知り合った芝野匠らと日本初の SF 導入し、宇宙人を相関する。第2号に発表したセキストラが大下宇田寺に注目され、当時、江戸川乱歩の担当編集だった。 宝石に転載されてデビューした。1958年、昭和33年には、滝川康氏が創設した若手推理小説家の、新木団体、多殺クラブに、河野のりを、樹花太郎、佐野陽、竹村忠信、水上忠結城商二と参加した。1960年、昭和35年には、ヒッチコックマガジンに作品が載り、また、 文春漫画特本から注文が来る。また、弱点、雨など、ショートショート6編で、直木賞候補となる。また、この年に、横山三輝テル原作の実写版テレビドラマ、鉄人28号で SF アドバイザーとしてクレジットされる。1961年、昭和36年、医者の娘で、小牧バレエ団のバレリーナだった、村尾か子と見合い結婚した。 髪が長いのが結婚を決意する決め手になったと、後年語った。1963年、昭和38年、福島正美の主導による、日本 SF 作家クラブの創設に参加した。同年、同クラブの一員として、ウルトラシリーズ第一作、ウルトラ Q の企画会議に加わる。会議に同席した、変身、悪魔っ子の脚本担当者。 北沢京子の証言によると、この場においては後に伝説となるような飛躍した発想の発言は聞かれなかったとのことである。また、この年に、福島正美と二人で、特撮映画、マタンゴの原案にクレジットされているが、実際はほとんどタッチしていない,い。以降、40代から50代ながら、SF 界では、巨匠、長老王として軍されることになる。1976年、 昭和51年から1977年、昭和52年まで、日本 SF 作家クラブの初代会長を務めた。1979年、昭和54年、星新一賞とショートコンテストの選考を開始する。詳しくは、星新一賞とショートコンテストを参照。1980年、昭和55年、日本推理作家協会賞の選考委員を務める。 昭和56年、1981年まで、1983年、昭和58年秋に、ショートショート戦一1編を達成した。ただし、それまで関係が深かった各雑誌に一斉に、ショートショートを発表したため、1一1編目の作品は、どれか特定できないようにされている。それ以降は著述活動が極端に減ったが、過去の作品が文庫で再販される ダイヤルを回す、イコールダイヤル式の電話をかける等の、現代にそぐわない記述を延々と改定し続けていた。かねてより、住んでみたい街に、東京都港区高輪を挙げており、母の死去による都市の自宅の売却に伴い、1993年、平成5年、高輪のマンションに転居した。1994年、平成6年に、口腔癌と診断され、 手術を受ける。入退院を繰り返した後、1996年、平成8年4月4日に、自宅で倒れて、東京時計会医科大学附属病院に入院。肺炎を併発して、人工呼吸器の必要な状態であったが、4月20日には、人工呼吸器を外すことができた。しかし4月22日の夜中、酸素マスクが外れ、 呼吸停止に陥っているところを看護師に発見された。自発呼吸は再開したものの、それ以後意識を取り戻すことはなく、1997年、平成9年12月30日18時23分、高輪の東京繊維保健病院、現、先歩、東京高輪病院で、間質性肺炎のために死去した。2007年、平成19年、死後10年目にして、 星が残していた大量のメモ類と130名余りの関係者へのインタビューをもとにした最愛場好きのタイ部の表伝、星新1001一一話を作った人、新潮社が関され、ひょうひょうとした性格と思われていた星の人間的な苦悩や子供向け作家と扱われていることへの不満、家族との確執、筒井など後輩作家への嫉妬などが赤裸々に描かれ、従来の 星新一像を覆す内容で衝撃を与えた。また、この書では初期には、直木賞楽選が名誉と受け止められるほど、ハイブローな存在として封され、安倍工房を、純文学と SF の両分野で評価されてたのライバル心をかき立てるほどで、あった星が、後に大衆に広く受け入れられるに従って、文学的評価が伴わなくなってきた変遷も描き出されている。文庫解説には、 SF 作家仲間を除いても、北森を井上久大場美奈子、鶴見俊介、尾崎秀樹、奥野竹浦大物の名が並ぶ。晩年の谷崎淳一郎も星作品を愛読していたことは石川隆が紹介してり、また星が歴史もを執筆するにあたり取材を受けた池波翔太郎も、その新境地開拓を称賛するなど、口述する SF ファンの冷淡さに比べると、 分断内部での評価は、決して低くはなかった。SF ファンが選ぶ年間ベスト賞である、星雲賞、1970年創設を、星は一度も受賞していない。その低評価の事情について、筒井康隆は、筒井自身が星の進化が分かるようになったのは30歳に、近くなっからだったと述べた後、星雲賞の母体である、SF ファングループは10代から20代が多数を、 占めている、当時の話しため、そういった若い世代から、ショートショートというものが、大変軽いもと見られているのでは、と想像している。ただし、1983年の、ショートショート戦一編を、達成を機に、翌1984年夏の日本 SF 大会で、日本 SF ファングループ連合会議議長の門倉、純一の提案で、星雲賞特別賞を受賞することとなる。 実際に受賞式まで行われたが、星野側が受賞を拒否し、幻の聖雲賞となった。後年、手塚治虫、矢野通米沢義弘、野田正弘、芝野匠、小松佐京らは死去した際に、聖雲賞特別賞を受賞したが、星野史巨児は受賞されなかった。第39回、2008年において、最愛馬好きの表伝。 星新一線一話を作った人が、星雲賞ノンフィクション部門を受賞した。星の作品、特に、ショートショートは通俗性ができる限り排除されていて、具体的な地名、人名といった固有名詞が出てこない。例えば、百万円とは書かずに、大金、豪勢な食事を二回すれ消えてしまう額などと表現するなど、地域、社会環境、時代に関係なく、 読めるよう工夫されている。さらに機械あるごとに時代にそぐわなくなった部分を手直し、電子頭脳をコンピューンにダイヤルを回すを電話をかけるに直すなどがされていて、星は晩年までこの作業を続けていた。激しい暴力や殺人シーン、性行為の描写は非常に少ないが、このことについて星は貴重価値を狙っているだけで別に道徳的な主張からではない。 単に書くのが苦手という説明をしている。加えて、時事風俗は扱わない、東洋漢字表にない漢字は用いない、前衛的な手法を使わない、などの制約を自らに課していた。ショートショートの主人公としてよく登場する NC、f 氏の名は、星の作品を特徴づけるキーワードとなっている。n 氏を n 氏としないのは、アルファベットは、 日本語の文章の中で目立ってしまうからだと本人が書いている。しばしば未来を予見しているかのような作品が見受けられるが、いずれも発表された時点では何をどう予見しているのかは誰にも、あるいは本人ですらわからなかった。以下にその例を挙げる。作品は20個と5以上に翻訳され、世界中で読まれている。空和的な内容の作品が多く、星も自らも、 現代のイソップと称していた未来イソップと題した作品集もある。その柔軟な発想と的確に事物の本質をつかんだ視点の冷静さから多くの読者獲得したほか、学校教科書、三村図書出版、国語小学5年に掲載されたお土産、東京書籍、ニューホライズンに掲載された大入れて、行為、英語の教科書であるため、英訳され、 Can anyone hear me? のタイトルで収録などやテレビ番組、週刊ストーリーランド、殺し屋ですのよなど、世にも奇妙な物語、大い出て、好意、ねちラたげんなどの題材に採用されている。評論家の浅場道明は、自身の評論の中で星のショートショートをしばしば引用し、どんな時代においても通用する星作品の普遍的な人間性への批評を強調している。また、 筒井康隆は、星の作品について、ストイシズムによる自己規制と人間に対する深い理解、底知れぬ愛情や多元的な姿勢が彼の作品に一種の透明感を与えていると評した。その一方で、日本人が小説において喜ぶような怨念や覗き趣味、現代への密着感や生臭さや攻撃性が奪われ、結果として日本の評論家にとっては、 星の作品が評価しづらくなり、時として的外れな批評をされることになったと指摘している。星は後期の作品においてその形式を大きく変化させたが、筒井はそのことにも触れ、星は数十、数百に及ぶ膨大な対立概念、視点、プロットギャグナンセンスのアイデアを持っており、後期の作品に見られる価値の相対化、ラスト一行の価値転換による、 テーマ集約の排除といったかは、彼の視点のアイデアのうちのほんの一例に過ぎないと評価している。差し絵の多くは、真鍋ロシや和田誠が担当している。真鍋とは特に初期からの名コンビで、真鍋の差し絵は星がセレクトした、真鍋ロシのプラネタリウム精神一致の差し絵たちという本も出している。アメリカの一コマ漫画の収集家でもあり、それらを、 テーマ別に紹介した、進化した猿たち、全2巻、文庫は3巻という本も刊行している。さらに、官僚の壁に立ち向かい、そして敗れた父、一を描いた、人民は、弱し管理は、強し、明治時代の新聞の陳記事を紹介した、夜明け後のような SF 以外の近代史ノンフィクションや、気まぐマイナスで始まるタイトルのエッセイ集なども、多数残している。 要望や作風とは裏腹に、実生活でもギャグを連発するなど、気候の主と呼べる側面があった。SF 仲間の集まりなど、気を許せる場では、非人変人ぶりを、遺憾なく発揮していた。同行している、作家仲間を驚かせることもしばしばだったという。特に筒井の初期短編は、星の座談でのギャグに大きく影響を受けていると言われる。 SF 作家仲間たちと西新宿の台湾料理店、山鎮居に集まり、SF 的な雑談に興じたが、中でも星の異常な発想の毒舌発言はその中でも群を抜いていて、他の SF 作家たちの回想文などで神話的に語られている。その一部は、SF 作家おもろ大砲弾、インナー・アトリック社、1977年。後に、おもろ砲弾。 1981年と開題され、角川文庫に収録で読みことができる。平井和正は星の異常な発言をテーマにした短編小説、星新一の内的宇宙を発表しており、作家仲間が集まると自然と星を中心に話題が広がっていた様子が描写されている。しかし、文庫解説等では育ちがいいこともありしばしば紳士的な人物と書かれた。世代。 生育環境が近いこともあり、北森夫とも信仰が深かった。また、霊説を書いて接してくる人間には距離を置いて、接していた。星製薬が人手に渡った後も、長らく、星薬科大学評議員という肩書があった。なお、手塚治虫の漫画、ワンダースリーの主人公、星新一の名前は彼に由来する。星新一自身は、 手塚の息子の手塚信にちなんでいる可能性も考えていた。三田文学1970年10月号で福島正美と SF の純文学との出会いという対談をした際、生がネパールにヒューマニズムに燃えた外国の医師団が乗り込んで病気を治し死亡率を下げた結果人口が増えて貧民が多数発生した。一種のヒューマニズム郊外と言えると発言したところ、 同席していた編集者は、公害が文学になるのですか問題があるのはわかりすが、どうして文学がそんなものにこだわらないといけないのですかと応答をした。星は文学が想像力を拒否するものだとは思わなかった。僕が純文学に飽き足らなくなった理由がわかったと発言した。SF 的発想に対する純文学側の無理解として有名なエピソードである。 作品のアイデア同様、他の作家とは着眼点が異なり、第1回基礎点 i s f 新人賞の選考委員として、小松や筒井がほとんど問題にしなかった、荒井元子の私の中のを強力にプッシュし、ケッツは加作入選、作家として活躍していくきっかけを作った。ただ一人、選考委員を任じたショートショートコンクール、後にショートショートコンテストと、 名称変更からも数千にも及ぶ品の中から、後に、プロとして、格好たる活躍をしていく作家を多数発掘しており、その敬願ぶりを発揮しつつ、更新に道を開いている。とはいえ、星新一ショートショートコンテストと、ほぼ同時期に募集、発表があった、ショートショートコンテスト、ビックリハウスの鉛筆賞受賞作については、感性を非常に重視した作が選ばれており、理解が及ばず、 お手上げの状態だったという。生前は、事故の作品の映像化、擬曲化をほとんど許さず、アニメ化を持ちかけた制作会社がイナックスの武田康史、広ロに、自分の作品がいじくられるのはまっぴらごめんだ。やるなら俺が死んでからにしてくれ。それなら文句は言わないと断っている。小松は、この件を聞き、星さんならそう言うだろうと武田に語り、自作のテレビアニメ化、 小松社協アニメ劇場を開拓したという。例外的に短編のいくつかが、アニメーション作家の岡本忠明によって、人形アニメーションとして、在命中に制作されている、星新一作品の映像化参照。なお、作品にほとんど反映されていないため感化されがちで、あるが、星は、科学の修士号を持ち、その方面の著書もある、歴気とした科学者出身 SF 作家である。 また、リスクもなく大きな儲けが出ると称して、大量の人から金銭を集める詐欺行為の被害者について、騙された者は欲に目がくらんだものであり、救ってやる必要などないなどと、辛辣な内容をエッセイに書いていた。別のエッセイ集、出来損ない博物館では、不渡り手形をつかまされれば、誰だって人間不信になるといった一文を目に、することができる。特に、 ドイツ文学に傾倒したり滞在した経験があるわけではないが、この国と縁の深い人物の多い家系も影響しているのか、ドイツ美意気の感覚があり、エッセイ、マのおもちゃでは、ドイツを全面的に信用している、いい意味での恐るべき民族であると手放しに近い、賛辞を提していた。同じくエッセイ、名前では、長女の名前ユリカを、誕生月7月のドイツ語、 ジュリ・ユーリから発想した経緯を綴っている。共に、気まぐね性の目も初集。また、星作品には、国籍の明確な外国人はほとんど登場しないが、そもそもどこの国の話かすらわからないものが多い。ホラ男爵現代の冒険の主人公は、当然ドイツ人であり、気まぐね指数にも重要な脇役で在日ドイツ人が登場している。青年期とかなりのブランクを経て中年期以降にも、 クラシック音楽を愛聴していた。クラシックの中で最も好きな曲に、ベートーベン、太鼓三十奏曲をあげ、コルトー、ティボー、カザルスの演奏版を愛聴していた。小松左京によると、星には、少年愛の傾向があり、一頃は、ピーター、池畑真之介に入れ上げて、ピーターに合わせてくれるんだったら、とにかく大長編書くとかね、つまらんこと言ってたという。その後、 ゴーヒロミに入れあげていた時期もあり、彼はね、一人で、死がまんじゅう食いながら、ゴーヒロミのテレビ見てんだそうですけど、聞き迫るなとも、小松は発言している。ウイスキーが好きで、特にサントリーの角瓶をアインしていた。エジプト旅行に行く際、免税店で買い求めたが取り扱っておらず、仕方なくオールドを買った。角が置かれていなかったことを非常に残念がり、角なんて飲めなかったな。 昔は飲めなかった。高級品だったんだ。手が出なかった。それが今じゃああいうところに置いてないんだから。喜ぶべきことなのか、悲しむべきことなのかと発言している。公立函館未来大学は2012年9月6日に気まぐれ人工知能プロジェクト作家ですの世の開始を発表した。松原ひとし、函館未来大学、中島秀幸。 箱館未来大学学長、住香る、箱立未来大学、向山和志、箱館未来大学、佐藤聡名古屋大学、赤石美奈、法政大学の6人で、プロジェクトチームを結成した。星新一のショートショート作品の解析を行い、プログラム的に体系化、生成アルゴリズムの検討とともにトライアンドエラーを繰り返し、人工知能によって2017年までに、 星新一作品と同等化それ、井のショートショートを自動生成できるようにすることを目指している。瀬名秀明が小説の評価方法の検討を行うなどの顧問を務める。2015年9月には自動生成されたショートショートを第三回生、新一章に応募したことが発表された。未来における鶴の進化型、星鶴を生み出し、サイン代わりに描いていた。 星の死後、彼の誕生日9月6日は、星鶴の日とされ、友人の SF 作家たちが集って星を忍ぶ会が催される。2014年は、世田谷文学館で催された日本 SF 展と日程が重なったため、一般来場客を招いた公開形式で催された。当日は、星マリナラにより生前のアルバム写真によるプレゼンや、新刊絵本の英語で朗読がなされ、 星鶴のケーキや星新一の等身大パネルなどを関係者と共に囲みこの日を祝った。1979年、昭和54年より始まった星の選考によるショートショート作品のコンテスト。発案者は講談社の編集者、宇山秀臣、秀夫。毎年の優秀作品は単行本として出版されている。星の死後も、千者を後をだだかに変え、 マイナーチェンジを繰り返しながら継続中である。受賞者の中でも江坂優の才能は非常に評価しており、星自身は唯一の弟子と考えていて、江坂の子供の名付け親にもなった。もっとも、いわゆる第二世代の SF 作家たちには、私的交友なども通じ星の弟子を自認している者が多く、第一世代後半組でも作風に全く共通点のない平井和正が、 文庫解説で弟子を宣言している。2013年から日本経済新聞社が主催する公募文学賞。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。